ここ最近ずっとトーマを見てないな。あいつ何してんだ？何って言われてもきっとどうでもいいことばっかりやってるんだろう。酒の席について行ったり飯食ったりで、屋敷に帰ってきたら掃除とかな。ああいうやつが増えてきたから武士の魂も落ちぶれていったんだ。ただ口先を動かしてるだけじゃ刀も錆びてくる。あいつの体にはモンドの血が流れてると聞いたぞ。なるほど、道理で。なんでお嬢様はよりにもよってあんなやつなんか雇ったんだ？はあ、最近ずっと雨が降ってるもんだからよく眠れないよ。お、君たちここで何してるんだい？何かあったのかな？し、ただ休憩時間に雑談してただけだ。行くぞ。まだ他にやることがあるんでな。俺たちは忙しいんだ。トーマ、お前も少しは緊張感を持った方がいいぞ。ご苦労様。でも、そういうのは俺の休暇が終わってからだ。悪いね。ちょっとした用事があって少し遅れてしまった。まあ、確かに聞こえてたよ。だが大したことじゃない。集団に馴染んでない者が非難されるのはどこでだって同じさ。裏で罵って鬱憤を晴らせるのなら言わせておけばいい。上里家にとっても悪いことじゃないだろ。そうだと思わないかい？うん、そうでないと。今日はとことんリラックスしよう。木漏れ茶屋を出てからずっと後処理に追われてたんだ。でもようやく休暇が取れてね。ここは人が多い。どこか静かな場所を見つけて今日の予定について話そうか。もちろん君をおもてなしする以上君の意見も聞いておきたい。前からずっと考えてたんだ。君をおもてなしする以上君の好みに合ったものにすべきだってね。でもどこに行くかについてはまだ明確なプランを立ててない。こういう時室内でまったりするのと屋外でリラックスするの、君ならどっちがいいかな？外に行きたいのかい？ちょうど二つのおすすめの場所があるよ。もし猫や犬に興味があるならいい場所に連れて行ってあげよう。休みの日はいつもだいたいそこに行ってるんだ。たくさんの猫や犬に囲まれると心もリラックスできる。それとも町に行きたい？鳴神島の町中は今人が多くて混雑しているから離島に行ってみよう。そういえば俺たちが初めて会ったのもあそこだったね。もう随分長いこと戻ってないよ。どうかな？君に決めてほしい。いいよ。じゃあ一緒に行こう。離島には詳しいからね。いろんな場所に連れて行ってあげるよ。せっかくの休みなんだ。今日は存分に楽しもう。だいぶ離島に来てなかったけど、ここはあまり変わってないね。でも考えてみれば、人間にとっては長い時間だけど、ここの景色にとっては刹那に過ぎないんだろう。モンドは今、どんな感じになってるんだろうか。ああ、実は俺はモンドで生まれ育ったんだ。その後、父さんがモンドから稲妻に帰って音信不通になった。俺は父さんにダンディライオン種を届けるため
モンドから船に乗って海に出たのさ。その結果、嵐と荒波に飲まれて船が沈んでしまった。ただ幸いなことに昏睡状態になりながらも稲妻に漂着したんだ。まあそれはさておき、まずは近くを案内してあげよう。ここはリーウェの素有商工の支店だ。主にリーウェの鉱石を売ってる。君もリーウェでこのような店を見たことがあるんじゃないか。お二人さん、今日は離島を見て回る時間ができたの？せっかく来たんだし、好きな商品を選んでいってよ。他にもまだとっておきの品があるわよ。例えばこのヨドマリ石の首飾りとか、赤白の腕輪とか。材料はそれほど上質なものじゃないけど、精巧な匠の技によって素晴らしい出来に仕上がってるわ。お客さんはどちらが好み？俺は二つとも君に似合うと思うよ。せっかく来たんだし、どっちも買おうか。ただし、俺の友達はリーウェから来たんだ。値段は公平なもので頼むよ、店主。トーマさんがそこまで言うのなら、あまり多く取るわけにはいかないわね。この額でどうかしら。問題ない。会計を頼むよ。それじゃ、次の場所に行こうか。かつての離島は俺の故郷の雰囲気を醸し出していた。自由な貿易、文化、そして自由な生活をね。ここはセーリングブリーズ。主にモンドの果実種を取り扱ってる。俺が稲妻に来た後、父さんには会えなかった。だけど逆に稲妻で故郷のお酒を見つけたんだ。ただモンドで最も有名な暁ワイナリーと比べると、やはり味が少し劣る。確か父さんがまだモンドにいた頃、しょっちゅうエンジェルズシェアを称賛してたな。ただ残念なことに、あの時の俺はまだ未成年で、父さんと一緒にお酒を飲めなかった。それがまさか、成人しても一緒に飲めないとはね。そうだね。君はモンドから来たんだし、エンジェルズシェアには行ったことあるよね。あそこのオーナーはすごい人だと聞いた。機会があったらぜひ会ってみたい。その時は一緒に。ああ。でも君が大きくなってからにしよう。鎖国令が発令されてから離島は衰退していった。かつての自由な風にとって変わったのが頭上のモヤだったのさ。皮肉なのが、そのモヤがあったからこそ、ここは俺にとって絶好の舞台となった。トーマさん、今日はお友達といらっしゃったんですか？何か買われます？それじゃあ狐のぬいぐるみを一ついただこうかな。鎖国令が発令されてから商業も不景気でね。商人が様々な困難に遭う中、万国商会が立ち上がったんだ。ここはもうよく知ってるよね。安心してくれ。この前、ある商人の厄介事を処理するため手を借りたいと彼から手紙をもらったばかりだよ。クリス会長も必死に商業の秩序を維持しようとしている。ただ商業全体の環境は未だ好転していない。彼も大変だよ。いち早く元通りになることを祈るばかりだ。トーマさん？トーマさんですよね。よかった。ちょうどあなたに贈り物を届けようと思ってたんです。俺たちは初対面のはずだけど、何もしてないのに受け取るわけにはいかないよ。それとも何か俺に手伝ってほしいことでもあるのかい？いえいえ、あなたは僕を知りませんが、僕はあなたの名前を知っています。先日厄介事に巻き込まれた時にクリス会長に助けを求めたんです。そしたらその後、会長からトーマさんが解決してくれたと聞きまして、恩を受けた以上何もしないわけにはいきません。ですのでトーマさんが好きそうなものを選んで。俺が好きそうなもの？はい、これを見てください。
夢の天然庵のお菓子です。稲妻の有名な職人によって作られたもので、その一つ一つがとても高価なものなんですよ。これこそあなたのような身分の方にふさわしいお礼だと思います。何よりあなたが手伝ってくれたことの価値はこのお菓子よりもはるかに高いものでした。気に入ってくれたでしょうか。ああやるね君、まさか俺の好みを当てるとは。これはありがたく受け取っておくよ。君も商売を頑張って、何か問題に遭遇したら俺を尋ねるといい。はい、ありがとうございます、トーマさん。では僕はこの辺で失礼します。お二人とも楽しんでいってくださいね。ああ、また。なんとも活力にあふれた若者だったね。食べてみるかい。この店は稲妻でも有名なんだ。人気がありすぎて普段なかなか買えないんだよ。手だれの職人技によって作られ、味はピカイチだ。うん、気に入ってもらえてよかった。今度機会があったら俺も試しに同じものを作ってみるよ。でもこれはかなり昔から伝わるお菓子だから上手にできるとは限らないけど。よし、万国商会も一通り歩いたし、城内の景色はほとんど見終わった。このまま道に沿って歩こうか。せっかく来たんだし、もう少しいないともったいないだろ。毎回離島に来るたび新しい感覚を得られるんだ。まああまり時期とは関係ないかもしれない。その君とこうして歩けることがとても嬉しいんだ。離島に来たらいつも必ずここに来るんだ。ここの景色は鳴神島には劣るけど、あそこより静かでのんびり過ごせる。いつか鎖国令が解除されたら、ここも昔のようにかつての繁栄を取り戻せると信じてるよ。その時は自由の風が頭上にあるもやを吹き散らすだろう。そうなったらお嬢に頼んで長期休暇をもらい、一度帰ってみるかな。さあ今日はここまでにして帰ろうか。あ、まだ物足りなかった？まだ他にもいくつか行ける場所を知ってるから君を連れて。いいよそんなの。今回はもともとメガリレーで君の世話になったから、そのお礼に俺がおもてなしをするつもりだったんだ。君が楽しければそれで十分、プレゼントはいらないよ。そうなのかい？だったらちょっと期待しちゃおうかな。これは、あ、これは本当に予想外だ。なんというか、このお礼は俺からするととても貴重なものだ。いや、客観的な価値じゃなく俺にとっての価値という意味だ。簡単な例を挙げよう。さっき俺はあの商人から菓子を受け取り称賛した。だけど同時に一般的な人間関係であることも分かった。俺は彼を手伝い、彼は俺にお返しをした。ごく普通のことさ。彼が貴重な菓子を選んだのも俺との縁をつなげておくことで、今後他の頼みがあった際に話を通しやすくするため。相手が求めているのはお金だ。ならばどんな贈り物もお金で価値を測ることができる。だけど君が贈ったものはお金で測ることができないものだ。じゃあせめてこれだけでも受け取ってほしい。これは俺がずっと身につけていたお守りだ。同じように金銭的な価値はない。だが多かれ少なかれいい運をもたらしてくれるだろう。俺が適当に言ってるわけじゃないぞ。父さんが言ったことなんだ。昔父さんがこれを母さんに渡した。そして俺が稲妻に行くとき、今度は母さんが俺にくれたのさ。俺が稲妻の波風の中を生き残れたのも、もしかしたらこれのおかげかもしれない。
とにかくこれを受け取ってほしい。